皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。虎親分の声明をご紹介します。2023年5月8日。私は今週土曜日、アイオアの偉大な人々と集会するために、デイモンへ向かいます。梅田とは異なり、私はアイオア州の先住民、党員集会を擁護してきたし、これからもそうします。 アイオワ州の人々と交わした約束はすべて私はボスとして果たしました。そして約束を越えて四国から農民たちに280億ドルという他の人には考えられない金額を手に入れました。私はまたエタノールを節約し歴史上の他の誰よりもアイオワの州のために多くのことを行いました。そしてこれからもそうするでしょう。 5月8日、根性のねじくれ曲がった梅田は、まだ東パレスチナの信じられないほどの愛国者たちを訪問しておらず、ピート市長も十分に早くそこから出ることができませんでした。でも大丈夫です。私たちの動きは彼らの声となり、私たちは彼らを決して忘れません。JD バンスは、 このようなことが二度と起こらないよう上院で懸命に取り組んできました。だからこそ彼の鉄道安全法を可決することが議会にとって非常に重要なのです。JD の素晴らしい予算書を私は全面的に支持します。以上、今回は二件が虎親分の声明です。そして前回のコメント欄で頂戴した ICMI って何っていうことなんですが、こちらは、まだ見ていなかったら見てくださいねという日本語になるかと思います。重要なことなんだけれども、まだ見ていなかったら見てよねっていう意味なんです。だから、どうしようかな。注目っていう感じにしましょうか。そういう日本語でお伝えしていった方がいいのかなと今ちょっと思いました。以上、今回はここまでです。 すいませんちょっと私酔っ払ってますありがとうございます最近山登りにハマっていてもうあまりに世の中がわけわかんないことになっているので山に行ってこうリフレッシュしています今日は那須だけに行って気持ちを落ち着けてきましたそしてコメント欄でなんか金融に関する情報も知りたいというリクエストがあったので まあ、関心を持っっててちょとと見てみようかなとも思いますが、私ね実はお金に関することがあんまりこう詳しくなくってどこまでできるのかなとは思います今私が関心を持っているのは言論の自由がなくなりつつあることに関してです鳥の巣のファイルでマット・タイビさんを逮捕して 投獄しようという動きが民主党の内で起こっているっていうのもとても関心を持っていますし、シュレンツバーガーさんがお話しされていたように、検閲、あの、軍事複合体っていうのがありますけど、それの検閲バージョンですよね。検閲の複合体、官民で複合体となって、各個人の、本当に個人のテキストメールとかは、 話してる内容とかっていうのを検閲してそいつがなんかおかしなことを言ったらショッピックゾみたいなそういうことをやる動きがもうすでにできていてものすごく恐ろしい流れができていて彼らは戦っているのでそれについてお伝えしたいなっていうのはありますまた前々回ぐらいにお伝えしましたように子どもたちに対する攻撃が 新たに始まりかけていますのでそれについても皆様とこの危機感を共有できればいいかなと思っております以上今回はここまでですすいません最後私酔っ払ってますありがとうございました